正直こんなにキャンプがきついとは思わなくやる気がなくなってきたので1日おきに桑田マスニと入れ替わりで出勤をすることにした桑田マスミ幸い原監督やコーチたちにもバレないでいたが、なぜか FA で入ってきた元横浜 DeNA ベイスターズ梶谷貴之と伊能和人が、うん、和人だっけ、うん、伊能選手が、うん、梶谷選手と伊能選手が感づいて変な目で見てくるので、あの二人からは距離を置き、なんとかキャンプをやり過ごしたいと考えるようになった。サボってんだ、桑田真澄さんと桑田真澄さん。